久保さんジョン・ケネディ行きましょうかジョン・ F ・ケネディ「国があなたのために何をしてくれるのかを問うのではなくあなたが国のために何をなすことができるのかを問いてほしい」と「あなたが国のために何をなすことができるのか解いてほしいと」とこれすごいまとめてますよね <laughs> なんかしてくれるみたいな。 うん、まああの菅さんのスピーチ久保さんがやっぱね熱く語るもんですから何度も言うもんですからもう聞いてなかったんですけど聞きましてうんでもねなんかね僕はあのちょっと申し訳ないですけど菅さんにより久保さんからの情熱気に聞いた方が人生最大の達成っつうのが あの響きましたけどね、すまあでも、どうなんだろうな、まあそうそう、久保さんを先に聞いてるっていうのもあるのかわかんないですけど、なんかね、やっぱ菅さん、年なんで、やっぱ声が細いんですよね、弱々しいので <laughs>、なんかねあの、僕はあんまり本人の言葉を聞いてもあんまり感じなかったですね。まあ、先に聞いちゃったっていうのもあるのかわかんないですけどね。 まあでもねまあ戦った人にしか分かんないですよねうんやった人にしか分かんないですようんだからまあ本当にもうやらない人が言うんですよねやらない人がなんかあだこうだ言うので、うん、ほっとけほっとくしかないですね <laughs>、うん、やってみろよとうん でもやっ,たからや,ったやってきたからこそやった人の言葉っていうのを受け取れることができるんだなっていうのを感じますけどね。うん。そのなぜ成功、なんかまあ僕もいろんな成功本を読んだりとかいろんな人の話を聞いてきてなぜそういう言葉を発するのかっていうそのなぜを分解して展開して考えられるようになった理由は自分もやってきたからっていうのがもうほんとベースとしてありますよね。 あなるほど。まあ、だから、たった一言を、その、一言からでも、そのあ、この人は本当にこうなんだなっていうのを深くね、こう感じることができるっていうのはね、まあ、うん、そう、これは人生最大の発見でしたね、福本さ <laughs>、うん。多くの人はこれ発見できないですからね。う発見できず死んでいくんで、僕は、 まあ久保さんもそうですけど人生最大の達成っていう言葉にこうリンクすることができるっていうのはやっぱ何かやってこないとその言葉すげえなっていうよくその言葉なんだこう作れたなというか人生と最大と達成っていうのはもう言葉は言語化あるんだけどそれを3つまとめて凝縮してこうしかもそのスピーチの中に組み込むっていうまあできないですよ。 でもそれは本当にいろいろ考えていろいろやってきたからこそその言葉をこう選択できたんじゃないかなっていううん思いますけどね。はい。いってらっしゃい。